優しくしてくれる？もちろん。小さいニャンニャン、大きいニャンニャンにいじめられたいニャン。じゃあ、どんな風にいじめられたいのか言ってごらん。サイトさんの好きにしていいニャン。お昼の準備ができましたニャン。の婚約者です。婚約者、運命的だよね。いや、それは、赤霊ナンバー03風浜、君を足かびと認めます。新しい恋、幾久しく。私の足かびくん。二人とも誰だ？一体何をやっておるか？僕が何なのか知らないけど。クッキーもう一枚いかがですか？変な声出さないでくれ。大人っぽくなったから、サラちゃんとアルマちゃんも相当照れているみたいですよ。帰ってきたんだなという気がしまして、お二人とも大人の女性らしくなりましたよ。素敵です。ありがとうございます。ねえねえお兄ちゃん、一緒にお風呂入ろう。ダメに決まってるでしょ。何を言ってるんですか。怒らせるようなことしましたか。別にそんなことないわよ。今ちょっといいかしら。よくないですよ。大丈夫、すぐに済むから。出せなさい、命だけは。はい、キー君、チョコよ。ありがとうございます、チョコ。ところでさ、トゥアルのことほとんど聞いてないんだけど。における接客参加賞は親切、丁寧、道徳ですよ。もうそのバラでいいです。それをくれ。金が先だ。どこからそんなものを。早く。はい、はい、どうぞ。しけてやがるな。閉店ガラガラ。またのお越しを表面上だけお待ちしております。何今の悲鳴。なんだ、もう驚かせないでよ。
ついてください。ああ、じゃあエイディア、尻を
を出せ。え、なんすかもう。私の地方では手玉を外した上にそれをポケットに突っ込むような間抜けには次の順番の者が尻にキックを一発という決まりだ。なんだよその決まり。チョコレート、お、何どうしたの。もしかしてバレンタインにチョコもらうの生まれて初めてとか。ツンデレのテンプレから外れてるのに驚いただけ。何それ。お前にチョコをもらうのはこれで2度目だ。9年ぶりだな。その反応、それこそが俺たち萌え豚の求める計算し尽くされたツンカのゼレイの移行パターン。あ、千秋先輩、これ受け取ってください。あの、いつも先輩のこと見てて。知ってる。恥ずかしい。ま、それは冗談としてもこっちは今日受け取ってもらわないとね。あ、マジ。何度も一夜を共にした間柄のくせに。プロット作ったり下りを作ったりで。キッズな。あ、さすがアメリカのエースだよな。改めて見直したよ、本当。本当にそう思ってる？だったらご褒美ちょうだい。え、洗濯機の上に置いときますから。ありがとう。開けなくていいです。カイト君、カイト君、これは。はい、届けちゃって。